上田交通真田防洋線公園前駅プラットフォーム跡、南海本線新比駅プラットフォーム跡道和工業、片上鉄道区木駅高徳線、淡路城駅廃駅とは、営業を廃止した、鉄道駅である。手続き上廃止されたものだけでなく、再開の見込みのない長期休止駅も事実上の、廃駅と言える。日本国外の廃駅は、 莫大な数に及ぶため、以下は主に、日本での例を表記する。廃駅となる原因は大別して、駅が所属する、鉄道路線の廃止に伴うものと、何らかの自由により、鉄道路線の営業が継続しているにもかかわらず、駅のみが廃止されるものとに分かれる。また、駅としては廃止された後も、 信号上として運転扱いのみを継続したり、稀ではあるが仮上工場として旅客扱いを継続した例がある。駅以外の停車場にも貨物列車の廃止、経営合理化、複線化などで廃止されたものが多い。路線存続のまま廃駅となる要因としては、主に次のような原因が単独ないし複数当てはまることによる。廃止後の駅設備は、 防犯や事故対策、再開発等、跡地上都などの関係から、速やかに解体、撤去される場合が多い。線路跡に道路が建設されたり、隣接地の道路が拡幅される場合、駅跡は、旧線路間も諸共にそのように供され、わずかに交差点やバス停の道幅などにしか、駅跡の痕跡をとどめないことは珍しいものではない。また、鉄道廃止後に、 都市開発や、補助整備に伴う区画整理などが行われていれば、線路跡ももろともに、鉄道営業時代の痕跡が全く見出せないことも、ある。逆に、駅廃止後に、設備の一部が転用されて残る例もあり、この場合には、事務所や店舗、バス営業所や、待合所、地域の集会所などに用いられる。路線の廃止で駅が廃止になった場合には、中油別駅、 和島駅や大古曽駅などのように、鉄道記念館やモニュメントとして、再整備される例もある。これらの一方で、特に過疎地では、跡地点用の用途がなかったり、鉄道路線を経営していた会社に線路を撤去する、経済力がないなどの事情から、撤去されないまま長らく放置され、廃墟と化す例もある。近く間の廃駅は、撤去にかかる費用が高額となる一方で、 換気口や非常時の避難経路、保線用の資材の搬入口などへの転用には、都合が良いことから、駅施設としての案内や装飾類やプラットホームの先端部の撤去だけを行い、その後は、鉄道会社の業務用区画としてそのまま残される、ことが多い。京成電鉄博物館動物園駅跡や、京王電鉄発大駅跡のように、列車内から目視できることもある。 駅舎等の建築物が撤去された後も、共りのプラットフォームは姿を止めている場合が少なく、ない。しかし、路線が存続している場合は、列車運行の安全確保のため、線路に近い部分は壊される。これは、プラットフォームは、建築限界上、特別に線路に近接して設けられており、JR 在来線では、 軌道を中心から 1485mm 以上であれば設置可能だが、それ以外の一般構造物の場合 1524mm 以上離す必要があり、液廃し後には速やかに撤去しなければならないためである。ありがとうございます。